五菓子はバライン本、源氏物語とは、源氏物語の写本のこと。五菓子はバラインらの筆者による取り合わせ本であることから、この名称で呼ばれている。本写本は、現在陽明文庫に所蔵されている。現在陽明文庫にはいくつかの源氏物語の写本が所蔵されており、単に陽明文庫本と呼ぶときには本写本ではなく、 鎌倉時代に書写された別本の本文を多く含む五十四条のソロイ本のことを言う。花園巻の末尾に低下自筆本と競合したという旨の奥書きがある。本文は青表紙本であるが、この頃主流であった三条西下本とは異なる点もあるとされる。この写本は池田機関の調査では五十四条のソロイ本であるとされているが、 現在は2条かけて52条となっている。陽明文庫に残る記録によれば1946年の展覧会に出品した際に二大宮と夢浮橋の2条がかけて52条になってしまったとされているが、安倍昭雄の調査によると本社本は確かに54条中2条が、かけた52条が残る状態であるものの、かけている巻は陽明文庫に残る記録と異なり沢良人。と、 夢浮橋の二条であるという。本社本には、源氏物語筆者の目録が付されている。それによれば、五ヶ島バライン直筆とされているのは、花園、花散里、よもぎぶ、関谷朝顔、におみや、沢らび、夢浮橋などの九条。その他の書者者として、明日正俊、明日正康、昭洋院、昭蓮院孫陳、 重野井い谷らの名前が挙げられており、いずれも一内市二条ずつ書写したとされている。行為源氏物語及び、源氏物語体制行為編には採用されていないが、源氏物語体制研究編には簡単な解説がある。新編日本古典文学全集版、源氏物語から1998年において、写本記号、歌手は、五歌手はばら陰本陽明文庫所蔵伝、 ご菓子はバライン等と筆者本52条として行為が採用されている。ありがとうございます。